西口浜野駅は、千葉県千葉市中央区村田町にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。京上駅舎を有しており、出口は東口と西口がある。JR 東日本ステーションサービスによる、業務委託駅で、五位駅が管理している。指定席券売機、自動券売機、自動改札機が設置されている。 2018年1月13日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。増加した若い世代及び世帯を対象に、2010年4月から、当駅の西口階段とホーム間に、明徳浜野駅保育園が開園し、通勤の途中で子どもを保育園に預けることができる。 2020年度の1日平均乗車人員は5887人である。朝の通勤時間帯、当駅から蘇我駅までの上り区間が内房線で最も乗車率が高い区間となる。快速列車停車が決定になった2007年頃より、駅と保険内である千葉市中央区村田町、浜野町及び緑区小市城町、 市原市小市場を中心に新築住宅が多く、分譲され、人口、世帯数ともに増加したため駅利用者数が増加した。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。千葉ポートタワーより東駅周辺の工業地帯方面を望む千葉県立聖浜高等学校西口側には、 京葉臨海鉄道臨海本線の千葉貨物駅があり、千葉港千葉南部地区の不当には、京葉工業地帯の工場群がある。東口側には、立山自動車道が通るが、最寄りの蘇我インターチェンジは、蘇我駅付近に位置する。小市場高祖店付近に、市原市との境がある。東口は、駅前の交通広場にある、浜野駅東口に、バスが乗り入れている。 一方、西側は、千葉県道219号、浜野停車場線にある、浜野駅前が最寄り停流所となる。各路線ともに、小港バスにより運行されている。発表順式天候報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。